久保さん僕の髪の毛もどんどん抜けております。はい。ということで今回は家族のためは嘘。家族のためは嘘にしましょう。まあ、今回ね、億万長者合宿シリーズ、まあ、億万長者合宿が終わっても3年ぐらいですか ?4 年ぐらい経ちますけども、億万長者合宿に参加された方の中でお金を稼ぐ理由、家族のためです。お客様のためです。ご意見ありました。まあすいません、追ってないんでわかんないですけど、 やれてますかねっていう話で。<laughs> 折れてない。やってるかもしれないですょ。やってるかもしれないですけど、<laughs> やってないと推測します。はい。おそらく <laughs>。まあ、その推測が間違ってることを願いたいですけどね。ただ、まあ、僕もね、奥満長者ら合宿 <feather> <laughs> に限らず、お客さんの声で、まあ、例えば、奥さんにね、なんかプレゼントしてあげたいとか、家族をもっといい生活させてあげたいみたいな声、<laughs> <h ums> いっぱいもらってきました。だけど、やってないです。ケースんだけど、 やってないですよいや,やってないってことは嘘ですよね。家族のために本当にね、そう思ってるんだったらやれよって話で。だ偽りなんですよ。僕からすると。そんな、そんな、そんなね、大層なこと言うんだったら大層なことやれよって。家族のためえなんだ、恋人のためそんな大層な偉そうなこと言うんだったらえ偉いことやれよって言うね。何 <laughs> もやんないですよ。<laughs> だからね、僕はね、ちょっとね、ムカッときますね。 まあやっってるんんだったらいいんですよ。本当にその人の命を守るためその、本当にその人の生活をより良くしたいと思,思う気持ちはすごい素晴らしいと思います。だけど、そ,れそう思うんだったら、そう思うんだったら、人の何倍もやれよと。人を救うために人の何倍もやれよと。身内の、ね、家族を守るために、ね、人の何倍もやれよって僕は言いたいですけどね。いってらっしゃい。